ごきげんよう。よう、キングです。パンのまゆみです。今日は、パリから一時帰国をしているパンのまゆみさんからいろいろ楽しいお話を聞かせていただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまず自己紹介、キングさんの自己紹介から。私はアーティストでプロデューサーをやっております。非常に簡潔な簡潔です自己紹介ですけれども、はい、私の方も簡潔に、私は、ブランディングマネージャーという形でブランドのコンサルなどをさせていただいております。なかなかね、ブランドコンサルって聞き慣れない方は多いと思うんですけれども、うさんくさいなと思うかもしれへんけどいやそんなことないですけど、はい、で、前に平川先生がブランドって、3つの柱があるとおっしゃってたんですけど、ファッションの3つの柱、そうですね、ファッションブランド、ブランドにはもうすごくここが大事、はい、作る、はい、知らせる、売る、はい、で真由美さんっていうのはこの3つの柱全部を包括している部分をもう実際経験していて、そうですね、もともとはその売るというところに特化した仕事をしてたんですけれども、今はその3つ全ての方にこう携わるような形で、主に日本のブランドさんと、まあ、そのフランス、まあ、基本は私フランスに住んでいるので、フランスのブランド その仕事をさせていただいております。なんか具体的にブランド名とか言っても大丈夫ですか？あ、大丈夫です、はい、ね、今私ちょっと着てるのもそうなんですけど、これもね、そうですよね、そう、はい、マルタン・マルデラさんがエルメスのデザインをしてた時の、これはエルメスですね、はい、そうですよね、その洋服に関係のあるそのマルタン・マルジェラがこう作った、今はメゾン・マルジェラという名前なんですが、そちらの方のセールスの手伝いをさせていただいたり、あとメインでそのブランドコンサルティングということでやっているところはその日本の帽子のブランドですね、帽子のブランドなんですが、木島隆之というブランドの全体的なブランドの方向性を決めたりとかいうような仕事をさせていただいてます。そういった形でこう全体的にこう携わるブランドの中でその作るっていうところと、その見せる、まあ、知らせるっていうところ、そしてこの最後のこの売るっていうところと、この3つのところにこう携わって日々精進しております。はい、ね、なんかその出会いも、ね、マルタン・マルジェラさんとの出会いもすごい面白いというか、そうですね、やっぱ人の出会いってこうすごく面白いもので、もともとマルタンはまあ日本が大好きっていうこともあったんですが、普通にパリでファッションショーをやるためにそのエルメスのデザイナーになってエルメスのショーをするために、あえて普通のモデルさんではなくストリートキャスティングという形で普通に道に歩いているようなこの素人の人の中でこう自分がこう会った感じのところの人を探してきて、その人たちにショーを出てもらうということでストリートキャスティングをしてたんですね。でそれで、まあ、お声掛けいただいて何度かキャスティングに行って、マルタン自身に会ってっていう形でのつながりで、はい、なんかね、街をパリを、そうですね、街を歩いてたらキャスティングに来ないですかっていう形で言われて、はい、でそれで行って、ショーに、2シーズンほど出させていただいたというようなご縁ですね。そこから始まった形でのお仕事になっております。ちょうどそれが2000年の、そうですね、2シーズン、そうですね、2000年から2001年にかけてのシーズン、すごいセンセーショナルなタイミングですよね。そうですね、ちょうど90年代後半から始まって、はい、そのマルジェラがやるエルメスという、そうです、みんながすごい注目している時に、実はパリコレのランウェイショーを2回歩いているという、はい、パリコレモデルです、はい、でその実は私たち知り合ったのも実は10年目なんですけれども、うん、その話を知ったのってもう高校1年ぐらいで、ああ、そうですね、なかなか自分からは喋らないから、そう、もともと出会ったきっかけっていうのがそういったファッションとかアートとかには全く関係のないところで知り合ったので、そう、何かというとボランティア、ボランティアで全くこの見た目からは全然こう想像できないような感じのそうですね、なんかちょうど2011年 の 3.11 の後の東北の炊き出しでお互い知り合って、はい、まあ、お名前、ね、名前は初めましてでやって、はいはい、一緒にこう炊き出しって結構大変な作業で、うん、何が誰が、ね、何をやってるとかって言ってる場合じゃなくて、はい、本当に大変な中でいろいろなことを一緒に共同作業を
仕切る人が一人いて、まあ、その方たちがいろいろ割り振りをしてくださる中で私たちはコマのように動くんですが、うん、キングさんです何人なんやろとかっていうふうな感じで思ってたぐらい、そうですね、はい、私ダンサーだと思われてて、うん、別に否定せず、はい、まあ、いつもカジュアルな格好をしてたしだから駆け回ってたので、そうですね、被災地 の, あのお母さん方と話しながらも、うん、キングさんって何してんのやろねみたいな感じで、あ、多分ダンサーかもしれないっていう嘘で、私もあんまり自分が何をやってるっていうのはあんまり言わず、うん、で真弓さんも言わず、うん、そうですね、結構数年間知らなかったですよね、お互い。そうですね、炊き出しに行ったり、うん、まあ、東京でそういった会ったりとかしても、なかなかその自分の仕事について語るよりは、どこに炊き出しをどういうふうにしようか、どういうふうな形でボランティアをしようかっていうふうな、そちらの話ばっかりになってたので、なかなか自分たちのその仕事っていうか、自分たちのその普段の生活についてこう触れて話することっていうのはなかなかなかったんで、なかったですね。でもなんかやっぱり、うん、好きなこととか、なんか、なんだろう、使命というか自分でやりたいと思うことをやってる場所で出会った出会いって結構大事だなって今振り返るとすごく思って、そうですね、うん、まあ、いろいろなこの仕事での出会いとかいろいろな出会いがある中で、やはりこのボランティアっていうところでこの出会うのって、まあ、そのやっぱり何かに引きつけられる、そのマグネットということで ね、うん、まあ、引きつけられる形でこう出会った、出会うべくして出会ったっていうような感じに思う出会いかなと思いますね。いや、本当に本当に、なんか純粋に何かやってる時ってそういうこうね、磁力が発生するような出会いってなんかある気がしていて、うんうんうん、なんかね、真弓さんもきっとその街を歩いてた真弓さんが多分キラキラしたんでしょうね、輝いてたっていうか、そうかな、 なんか多分人生を謳歌してたというか、うん、それってやっぱり佇まいに見えるのでね、で思わず、ね、パリコレのランウェイショーになって、そこからマルタンと出会って、はい、そうですね、うん、まあ、そしてマルタンと出会って、そのエルメスのマルタンのやっていたエルメスのショーに出たりしながら、うん、その後もまあ少しずつそういった仕事には携わってはいたんですが、どちらかというともうずっと着る側の人間、うん、要するに見せる側の、仕事しかしてなかったんです、その頃は、うんうん、で全然そのなんていうか売るとかそういった形には、うん、将来自分が携わりたいとかそういうことも特に考えずに、そのまま流れに乗っていくと、なぜかこうマルタンのお店のところで日本人の顧客さんが多いんだけど、やっぱり日本語喋れる人がいないから、ちょっとお店、ちょっとリテール、要するに自分たちのブランドの小売りの方を手伝いに来てくれないかっていうことになって、それからその、まあ、フランスの方の会社、ヌフっていう会社だったんですが、そちらの方で働くようになって、そこでまずその見せるっていうところから次にその売るっていうところに携わるようになったっていうのが私のその、まあ、歴史なんですが、うん、その売るっていう、携われていたこの仕事の方がなぜか、まあ、私もフリーランスになって仕事がしたかったので、この社員として働くのではなくフリーランスに変わるっていうのが2010年だったんですが、うん、2010年末、うん、で2011年の初めからフリーランスになり、時間があるようになってたところで、東日本の大震災があったので、ボランティア、やっぱり普通にこうなんていうんですか、この会社員としてフルで働いてるとなかなかできないことだったんですが、そのタイミングでそういったことになったということもあったので、そういうボランティアに、ね、いろいろ全ての、まあ、ピースがうまくはまったというか、そうですね、そういうことですね、はい、でそこで出会ったっていうことなんですが、そのボランティアの方もその炊き出しも一緒に行ってた炊き出しとかもあるんですが、うん、それ以外にあのホープ&ラブという、うん、そのフランスの方で立ち上げた、ボランティアの団体があるんですけれども、そちらの方でやっているそのイベント、年に一度パリと東京でそのイベントを行い、そこに上がった収益金を今必要とされているところにお送りするっていうようなその団体の活動をしてるんですが、そこでも一緒にキングさんにも来ていただいて、そうです、だからもう本当要というかね、やっぱり真弓さんはその中でも、やっぱり普段からそういうちゃんと見せるとか、はい、ね、そのちゃんとこう収益を上げるみたいなことが、そうですね、売るっていうことはね、はい、収益を上げるということはすごく大きなことなので、ただ単にそのブランドで物を売るというのとはちょっと若干違いますけれども、そういったイベントの中でその収益を上げ、そちらに上がった、ものを今必要と、その時に必要とされている人たちにお送りするっていうような、ところの、ね、流れはね、はい、転用できますからね、はい、うん、なってるって感じですね。ちょっと補足すると、そのホープ&ラブすごかったのが、
もう地震が起きたタイミングでパリ在住の、ね、うん、はい、お姉様たちで、はい、パリ在住の日本人の、ファッション業界に携わっている人たちがメインに立ち上げたそのアソシエーションなんですけれども、うん、すぐですね、すぐ立ち上がって3・11の後4月の末5月の頭には一番最初の大きなイベントをして、うん、その時に、3日間のイベントなんですが、やっぱりファッション業界に携わっているということもあるので、そういったところからいろいろとこのご寄付をいただいて、皆様いろんなブランドさんからご寄付をいただいたものを、フリーマーケットスタイルでこう売る、そういった形で収益を上げて、今その時に必要なということで、赤十字とかにはね送るのちょっとあんまり嫌だったんですけれども、やはり使い方、そのお金を送ったお金がちゃんと使い方が見えるところをに送りましょうということで、ガイガーカウンターを買ったりとか、その被災地でその赤ちゃんを持ってるそのお母様方にそのミルクを届けたりとか、そういったところにいろいろお金を送るということで、その3日間で一番最初の時は2000万円の収益を上げて、 それを皆さんに送るっていうところから始まった団体なんですが、それをずっと続けてまして、このコロナになってからはそのイベント自体がフィジカルには開催できなかったので、4月にオンラインイベントという形でさせていただいたんですが、そちらの方でいつもねキングさんにもね手伝っていただいたりしているっていうご縁です。ご縁ですね、はい、そうだからやっぱりファッションで培ったノウハウっていうか、はい、そういう流れって結構ボランティアにも生かされてるし、はい、ね、なんかファッションに携わってなかったらもしかしたらできなかったかもってちょっと今思いますね、はい、そのノウハウがなかったというか、はい、そうですよね、うん、やっぱりその売る云々っていうだけじゃなくて、やっぱりその一つのつながりっていうのがすごく大きくって、その日本の東京でそのするブランド、そのイベントの時もそうなんですけれども、こちらの方でこうつながりのあるそのファッションの関係のブランドさんたちからこうご協力をたくさんいただいて、そういった方たちと一緒にイベントを作り上げていく、うん、まあ、それだけではなく実は食の文化、要するにシェフですよね、レストランのシェフたちもたくさんご協力いただいて、そのイベントを、成り立たせているっていうことがあるんですが、豊、ね、はい、さんっていうフレンチのシェフも実は健三さん、高田健三さんの専属のシェフで、はい、ずっとパリにいらっしゃった方もすごくメインでね手伝ってくださったりとか、はい、あとはアニエスベースさんがすごい協力してくださって、はい、アニエスベースさんの本社でイベントやったりとか、はいはい、そうですね、やっぱりねファッションのつながりってすごくこういい意味で強固でもあるし、そうなんですね、もともとこうシェアをしながら、うん、まあ、コレクションで何かを開催するっていうのに慣れてるので、うん、ある意味じゃイベントやりましょうとか、うん、そういうのってそれじゃなかったらできないですね、組合というか、なかなか。そうですよね、いっぺんに集まって何かをみたいな、うん、なのでパリでのイベントではそのようにおっしゃられたみたいに、うん、そのアニエス の, そのオフィスの本社を使わせていただいてイベントをしたり、その後そのオンワードさんの持ってる場所を借りたりとか、うん、 あと東京の方ではね三菱地所さんの方からのご協力でその場所を貸していただいて、うん、そちらの方でイベントをさせていただいたりもしてるんですが、やはりその全てにおいてこうファッションとね少しずつつながってるんです。そうですね、いろんなところ で,、うん、でそういうのがこうコネクティブ、こう、マグネットのようにこう、ね、もう引かれ合ってひっついて一つのことが出来上がっているっていう、うん、まあ、確かにそうですね、はい、ホープ&ラブに関しては本当にまさにファッションっていうキーワードで皆さんつながってますよね、うん、ファッションと食とか、はい、ファッションとプロダクトとか ね、はい、ファッションと空間とか、はい、確かにな、それもね、うん、もう、まあ、皆さん真由美さんもそうですけど、パリのお姉様たち皆さん、ね、ファッションをきっかけにというか、その自分たちがなんだろうな、楽しんでますよね人生を。そうですね、ファッション、はい、皆さんもボランティアっていう風に聞いた時に、そのやっぱりちょっとしんどいとか、うん、我慢するとか、そういうちょっとネガティブなイメージを、ネガティブなイメージを、お持ちになるかもしれないんですけれども、そうではなくって、やっぱり私たちがやってるのってお互いに楽しみましょう、お互いにこう、うん、ウィンウィンで楽しみましょうということで、みんなが幸せになる、要するにこの楽しみながらボランティアもできる、楽しみながらボラン買ったり、楽しみながらこういろいろなことをしたことがその被災地の人たちの楽しみにつながるっていう考え方をもとに、させていただいているので、みんな生き生きと、ね、そうですね、だからなんか多分無意識にされてると思うんですけど、ある意味そのボランティア の, その団体自体がきちんと商業的な意味じゃなくてちゃんとブランディングされてるっていうか、意図がそのまま
伝わる構造になってて、はい、それを10年間続けられてて未だにできてるじゃないですか、はい、この継続性っていうのはやっぱすごいなと思うし、うん、やっぱりそれもね日々のその今までの経験というか、そうですね、それ、まあ、それもだからそのファッションブランドと同じで、うん、そのコープ&ラブっていう一つのその団体もその作る、いわゆるその、あのイベントを作るっていうところ、そしてこの見せるっていうところ、そしてその売るっていうところ、うん、この3つが一つになって成り立ってるそのイベントではあると思うの で、うんうね、ファッションブランドの一つと同じような感じ感じですよね、はい、考えてやってます。だからブランディングってね、うんうん、すごく転用できるし、そうですよね、うん、なんか私ばっかりが喋ってて申し訳ないですね。いや全然全然全然、キングさんのそのブランドのこととかもいろいろお聞きしたいんですけど、うん、あ本当ですか。ブランドやそしてアート、アーティストとしての、その作品ですよね、うん、そうですね、私はあのカスタムブランドをやってるんですけれども、もともと日本っていうのはもう大量に物があるというか、すでに既製品が大量にあるのはもう自分はずっと思っていて、うん、私多摩美術大学 の、うん、あの入学式の時に先輩があの残していった FRP の彫刻像が無残に八王子の山にあるのを見て、それ悲しくなって、ああいう無責任なことは自分は絶対しちゃいけない、彫刻家に入ったから作るものが大きくなるんですよ。でも私は諸材料専攻という、まあ、現代アートの専攻に行きたくて入ったんですけど、そこはまあ選べるから、なるべく責任を持ってものを作品を作る、はい、でちゃんと土に還るようなものだったり、うん、ちゃん と、誰かが欲しいと思ってもらえるような作品を最初から作っていかなきゃいけないなっていうのは考えてたんですよね。その入り口があるとしたら出口を決めてたというか、うん、まあ、じゃあ今 の、 そのよく言われるその SDGs みたいなのは形の考え方も方はそうです、ね、根底にあったという、そうですね、96年入学の時点で私は体感として概念は分からなかったんですけど、体感的に思って、うん、で未だになのでメインはカスタムブランドっていうのはすでにあるものを再構築することで新しい価値をまた生み出すっていうのをずっとやっていて、やってますね、素晴らしいと思います、ありがとうございます。アートの作品とかも ね、 ね、アートの作品も主に、1920年代から90年代の世界の民族の方が自分の家族のためにパーソナルで作った生地とか、うん、そういうものをずっと集めていて、うんうん、それをこううまく組み合わせることで、うん、まあ政治的に現段階の政治的にこう対立があったとしても、そこをこう組み合わせることでなんかちょっとこう自分の中ではうまくこう評価させていきたい、その関係性というか、あとは、戦後日本がやっぱりちゃんと安全だったし、なんて言ったらいいのかな、パスポートが強かった、うん、日本のパスポートってとても強いじゃないですか、はい、そのことによって集まってきた世界のものたちがあって、はい、それって多分私の作品を見ると、見る人が見ると日本で一つもジャパニズム入れてないんですけど、うん、ジャパンしかできないっていうのが分かる作品の構造にしていて、うん、構造的に手に入るものっていうのが、うん、どう考えても日本じゃないと入らないもの、うん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 、っていう構造にしてたりとか、へまあ、裏テーマなんですけど、あんまりそれは表には出さないんですけど、うん、あそうなんですね、うん、作品見ないとちょっと分かりにくいかもしれないですけど、はいね、でもちょっとまたそのうち出します。 そちらはまた別で、はい、今日ファッションっていうことですね、はい、うん、あそうじゃあはい、ちょっとこんな感じで、はいはい、まあ、この後続けて続けてもうちょっと深掘りして、そのね、うん、ファッションビジネスの話だったりとか、はい、ファッションアイテムの解説だったりとか、そうですね、そういろんな経験をされてるので、はい、いやまあはい、一応経験だけはそれをちょっとリアルな声を、はい、聞かせていただきたいと思います、はい、ありがとうございます、ありがとうございました。